現在の千葉総中心部千葉総は、中世の下佐国千葉郡に存在した荘園。あずかがみ上元3年12月15日以上に、書かれた千葉市の由来の件より、現営年間に千葉大部と称された平城県あるいはその骨ねえが、開発領主となって開いた荘園を、都場院に献上して、平城県は、同省の県秘書になったと推定されている。後に、 トバインの娘である八条院に継承され、引き続き召喚として、同将を支配した平城重は、大春元年6月1日に、庄内の池田里に井の花城を築いて、上佐国山部軍の大石井から拠点を移し、千葉市の祖となった。井の花城から突き出た、差し城に、千葉の町の原型が築かれ、南端に井の花城、北端に、御子と光院が設けられ、 両者のつなぐ山道沿いに町が形成され、山道はそのまま東海道とつながっていたと推定されている。丸井刑事は、源頼朝の鎌倉の都市計画には、千葉常汚木の千葉の町並みが影響を与えたとする説を唱えている。研究年間に作成されたとみられる、カトリ社遷宮用途中心上によれば、千葉省三百国の負担をしたことが記されており、 同文書内に80国の負担をしたと記されている。船橋三リアが200丁の面積があったとされているため、そこから算出して、およそ750町の面積を有していたと推定され、千葉郡の内宮古川流域の池田号及び千葉号、三四号、か里の四号を中心とした、現在の千葉市中央部に否定されている。鎌倉時代になると、千葉市は、 下モ国の守護職と共に、千葉僧の自当職を獲得し、千葉僧は受け所とされて、千葉市の支配が確立された。後世になると南北に分割されて、千葉北僧、千葉南僧と呼ばれたと見られている。同省内には、古くから千葉妙建宮や千葉寺などの多くの寺社が存在しており、千葉市の手厚い保護を受けて栄え、 下宇佐国主語となった千葉市の拠点として栄えた。丸井刑事千葉市と、妙見信仰 p 3 7 4二丸井刑事千葉市と、妙見信仰 P145 から160。丸井刑事千葉市と、妙見信仰 P141 から145線。野原康志法、千葉市鎌倉、南北長編、P25 から26、カソリ、丸は、草部に 福田とよひこ、千葉つねたね P62、ありがとうございます。